西淀川区は大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。市内有数の工業地区として発展してきたが、近年は不況により撤退。廃業した工場の広大な跡地が増えたため梅台のアクセスの良さからマンション建設が進み、住宅地としての整備も進んでいる。人口はここ数年増加傾向。西側の中島には中島工業団地がある。 淀川が運ぶ土砂が堆積して土地が形成された。古代はナンバ八十島とも呼ばれ、多くの島に分かれていた。三手倉島、姫島などの地名は、この地が島だったことの名残だとされる。古代には、原区域付近一帯は、住吉大社の領地だったと言われる。中世までは漁業を主としていたが、江戸時代以降は、神殿開発が行われ、 漁業と共に農業が行われるようになった。明治時代後期以降地域に工場が進出した。昭和時代初期から重工業地帯となった。一方で1950年代以降は、公害が深刻な社会問題となっている。その後1970年代以降は大工場の撤退が相次ぎ、跡地に住宅開発が行われている。明治時代の町村政治史,史により、 現西淀ドマーの区域には、西成郡千線村、比え、島村、宇多島村、佐ギス村、福村、河北村が発足した。千線村、比え、島村、佐ギス村は後に調整を施行している。1925年4月1日の大阪市、第二次市域拡張により、西成郡、佐ギス町、千線町、比え島町、天望町、宇多島村、 福村、河北村が大阪市に編入され、西淀川区が新設発足した。区名については、当初の案では下淀区ついで姫島区が答申されたが、最終的には西淀川区に決定した。区役所は旧詐欺市町役場に置かれた。また、旧戦線町役場を転用して、区役所出張所とし、 おおむね淀川北岸一帯の地域に関する業務を担った。1941年4月21日に、当時の東淀川区、水戸山町13南の町3丁目の一部を西淀川区へ編入し、当時の西淀川区、塚本町の一部を東淀川区とする区域変更を実施した。百四十三年四月一日には、大阪市の十二区への分増区及び、 行政区協会見直しが全種的に実施された。これに伴い、淀川以南の区域及び淀川以北の東海道本線伊東の区域をタックに分離することになり、現行の区域となった。他の行政区に関された地域は以下の通り、1943年の区の協会変更により、従来の区役所出張所が区役所本庁舎となった。 太平洋戦争の戦局悪化のため、1945年6月12日には、区役所を大和田東国民学校に借り転、疎開させ、重要書類などを大和田東校の鉄筋コンクリート校舎に移した。その3日後の大阪大空襲により、従来の区役所庁舎は全焼した。1947年3月に現在地に区役所庁舎が竣工した。初代は、 西成区、今宮国民学校、大正区中伊豆尾国民学校の元校舎などを転用して建設されている。1957年3月には2代目庁舎が完成し、さらに2005年5月には3代目庁舎が完成している。1995年の国勢調査では、同年1月の阪神淡路大震災の影響で人口が大幅に減少した。 区役所の最寄り駅、三手倉島駅高等学校中学校、小学校特別支援学校病院1943年3月31日までは、現在のこの花区古県、田房地区の全域、現在の福島区海老江、詐欺ス地区の全域と大開地区の一部、現在の淀川区、鹿島、塚本地区の全域も西淀川区であった。西淀川区、塚本町は、 現在の野里一丁目21番地、22番地、28番地、29番地の一部に1973年まで存在した。ありがとうございます。